ちょっと待てよ。引っかかっとんか。よいしょ。誰に？遠い時は強いな、おい。郵便さんに失礼だろ、おい。もうお前、ここが一番驚異で、お前、テンション上がったやんけ。ご飯洗い言うたらなんか例の声がしたなって。もんだよ、今日も誰一人馴染めず。よう聞きとったん。もう20匹ぐらい来とったんちゃうかな。ほんまようけ。ようけ、みんな家族連れとかな。うん、ようけで来とった。縮んどったん。縮んどって、ずっと尻尾下がったまま。下がったまま尻尾が絶好調。あれ見てみ、通行名がまた企業みたいよ。あれまたおもんちゃん。分からんの、すぐあるんだよ。あ、あんまりだねよ。あ、これ産むぞ。もう最初は企業。あ、ほんま、よかった。探しに来ようかなと思ったんだけど、YouTube 見てくれる人も何人かおった。かわいいかわいい言うてくれて。うわーや言うて。要するにゴールデンばっかり20もおった。いや、ゴールデンとかラブラドールもおったし、うん、ちょっと喧嘩しよう思ったわ、外に喧嘩わーわーっつってな。すごい。おー、あ、楽しいんだかどうかは分からんけんども、終始尻尾を下がったままじゃ。水が欲しいんだろ。ない、飲みね。さっきもよーく水やったのに。よう飲むわ。ね、飲み。さっきもようけ飲んだのに。お友達と楽しめかった。うん、あ、楽しめなんだな。お前ほんま楽しめ。もうずっと尻尾下がりっぱなしな。ね、かわいいんがおったで。あら、かわいい。ようけ、俺みんなゴールデンかわいいよな。茶色いもおった。みんな茶色いな。うん、薄い茶色いとか濃い茶色いとかな。こんな白いもおらんな。うん、で、みんなが、あら、これ白いなって言うて、やっぱなかなかおらんのかもわからんな。うん、夏の方が白いことないね。どうかな。日の光の加減だろうか。もちろん冬より白いような気がする。犬がおらんと人だけだったら寄っていくで。うん、ねえ、のこちょっと犬あまり興味がないんだな。ラスターもそうだった。もう、ま、人にはよう寄っていくと興味がないんだよこれ。うん、やっぱりな、困る時からあんまり犬のところに連れて行かんで。うん、困る犬があったら逃げよったけん。いや、興味なかったな今日も。うん、そうか、ここは一番くつろいとるわ。お土産話を待っちゃったんだけど、お土産話。メイの声はよう分かるわ。ご飯洗い言ったのに
ないときアラミングもんたんかいなと。置いて向こう行ったらワンの、ワンどころか。目も合わせん。ほんで、ここへ持ってきたら、いきなり郵便さんや。かわいそうな。向こうへ向いていったのに、わんわん。かわいそう。あ、ほんまやな。ツバメ持ってきよんな、あれ。うん。代わり子に持ってきよんな。あれ、また産むわ。もう今度は頼むぞ。あの枝を切っちゃらないか？あの、こう出とるやつ。うん。いや、あそこ隠れるんじゃよ。ほんであそこ伸びとるけん近いで。そうだろうか。うん。ほんであそこはな、何よ、かかしこしやつくぐる。あ、来た。あんなここ座んな。中に取ってもらえな。あ、お前の取ってやんな。うん、ただのしなかったんで。みなさんの犬も太っとったで、こんなに。細い。いや、中にはちょっと横へとも思ったな、うん、だけど、スラッと人もおったし、大体が怪我するとしとるんちゃう、これで。うん、そうやな、こんなくしゃくしゃはおらなんだな、うん、おやつあげようか。あ、おやつもれ、おやつ、まあ、貼っときな。まあ、だけど、こいつにしたら頑張ったんちゃうで、今日は。頑張ったんや。うん、頑張ったと思う。頑張ったね、待っときないよ、座りて。うん、待っとけ。待っとけない。ああ、ちょっと頑張ったな。仲良しして。何人かの人が、めいちゃんですかって言って来てくれた？え、知ってくれたんで、動画ちょっと見て、あ、動画見てますよ、と思ったし。ください。なんか不思議な感じだったな。うん。はい、ください。くださいは。はい、ください。はい。もうこれでしてよ。ね、すいません。あれ、うんどんな卵。だろうか。産んだ、産んだ。絶対ほうじゃわ。3日、4日かかって産んでてな、1個ずつか2つずつ。あ、そうなん。うん。いっぺんに産まんのやって。スワンでおちことはあれ、うんどんな、もう。よかったな。今度は無事に。てくれよ。あの南かわいくくりつけて、ほいでこう角のところをこう垂らしたらな、下へって馬にくくりつけとったら、うん、よかったな、もう安心で、はい、しっぽんにゃんでおっしゃっちゃな、お前まあちょっとパトロールせんか、一周行こう、一周ちょ家の周り見とこな、な、家の周りも見とかな、ぞ。